けの英雄。突然一方的に和尚が掲げた万吉一家立ち入り禁止の立て札。怒った万吉は和尚と真っ向から対決した。なぜ俺たちを締め出すんだよ。訳を聞かせてもらおう。ヤクザ映画の出来損ないみたいなお前たちをのさばらせては寺が汚れ見仏で愛すまん。だってあんたは今まで俺たちをいつでも歓迎してくれたじゃねえか。つまり心境の変化じゃよ。めちゃくちゃだ。そんなことで納得して引き下がる俺たちだと思ってんのか。静かに。ただしだ、ちびっ子たちが満吉などというろくでなしとすっぱり縁を切ると約束すれば元通りこの境内で遊ばせてやってもええのじゃ。縁を切る？冗談言うない。満吉親ピンと別れるくらいなら死んだ方がマシだわだね。やろうども。クワーッ。何が満吉一家じゃ、何が親分じゃ。勉強もせずに遊んで暴れ回ってるくせ。このクソ坊主言わしておけば。喧嘩でわしに負けたら格好悪いぞ。おげマンキチ、わしと喧嘩をやる気なら負けたときわしの言うことを聞き。よし、その代わりそっちが負けたらあの立て札は引っ込めてもらうぜ。ああああああちくしょう。その1、1日2時間家の仕事を手伝う。まだまだ。その2、1日5時間勉強をすること。大将、いい加減にせんともっとどえらい約束させられますね。そうだ、ラッパを忘れてた。ラッパだ。しょぼず。大将使え。その3、喧嘩は絶対にいかん。もしこれを破った時は頭を襲ってこの寺の小僧になってもらう。ブヒヒヒヒヒ、こいつは面白いことになってきましたよ。ブヒヒヒヒ。何？それは本当か？ブヒヒヒヒヒヒ、ブタッパチ情報局とっておきの特ダネでさ。喧嘩をやったらクリクリ坊主にされて寺の小僧か。面白いや。そりゃ奴は村中の笑いももいいとこですね。昔通り権太郎番長の天下がやってくるってわけで。よし、今がチャンスだ。とりあえずこれからたっぷり可愛がってやるか。おお！卑怯者！聞いてたのか。まもなく万吉は英雄をクビになる。早いとこ奴と付き合うのはやめるんだな。智子ちゃん、智子さん、権太郎さんはこれからの成長株でやんすよ。ブヒヒヒヒヒ。待ちな、どこ行くんだい。の悪だくみを万吉さんに教えてあげるのよ。ほう、どうぞお好きなように。え、たとえ我々の計画を知ったところで今の万吉には手出しができまい。そこをいじめるのがまたずーんと味があるというもんだ。くそー、今のビンタも万吉のせいだ。借りは返すぜ。しないって和尚と約束したけど、大将に我慢できますかね。大丈夫ですか大将。当たり前よ、体を張った男の約束じゃねえか。守ると言ったら俺は守るんだ。え。お、なんだなんだ、通行の邪魔しやがって。どけどけお前たち。こいつコテンパンの目に遭った後にしちゃ威勢がいいな。それじゃあ一番行くか万吉。やろうってのか。面白え。大将。うん。あ、そうだっけな。俺はやらん。いいか、俺は喧嘩はしねえ。そっちがその気でもこっちはやる気なんでね。じゃあ行くぜ。それ。やったー。
奴の腹はちゃんと分かってる。俺に喧嘩をさせてクリクリ坊主にする狙いさ。トモコさん、大将はじっと我慢したんですね。じっとまだ言ってやる。おい、よせよ。偉いわ、万吉さんって男ね、傷だらけの英雄なんだわ。英雄？いや、英雄なんかじゃねえ。英雄どころか、俺はこの俺は。太郎を殺したあの男は、こりゃ一体どうしたということだ。